マコネコです。トータルウォー、ファラオの続きやっていきましょうか。前回パッと見て、ラメセス結構この黄色い範囲まで塗って、あと今赤いところを攻めようかなというところ、特に変化がないようであれば、攻め滅ぼすまではやっておこうかと思います。さて、ここで早くもイベント。うん、これも一つ前と同じような、なんか戦いが起こったかのようなイベントになってますね。これがどういう意味合いあるかがわからないけど、今回エジプト側でなんか起こったかのような、この頭の部分見るとね、エジプト側っぽく見えなくもない。これがどういうイベントなのか改めて確認したいけれども、うん、塔の上から落とされるというシーンはないので、少しだけ内容は変わってる。うん、まあ多分どこかとどこかが戦い起こったみたいな話だと思うんだけれども、以前ヒッタイトで起こったんだっけか？もしかしたらカナーンの方で起こった可能性もあるしで。ちょっと見てみましょうか。さて、うん、またこれ出てきて、どこか書いてあるかと言われると、まあ、ラメセスとどこかが戦っているみたいなマークあるけれども、これとはまた別のような気がするけど、うん、特にわからないね。これか、ジョイン・ザ・シビル・ウォー。これどことどこが戦っているのかとか、ちょっとよくわからないけど、まあ何か、まあ、エジプトランドでシビルウォーが起こったってことか？そしてこの右側、これが多分今、リクルートやる際に左側から右側に選ぶとスペシャルリクルートメント。これがここのユニットと同じなので、これが雇えるようになるみたいな感じだと思います。なので雇っときましょうか。さて今、ここが空いたので、このクレームポジション、これで自らここに入ることが可能になってます。そしてそれによって右側のポジションの利益みたいな感じでエリートユニットがうんぬんかんぬんとか何かしらいろいろとプラスアルファのメリット得られてるんで、そしてなぜここ空いたかというと、アサシネイト、誰かが誰かに対して暗殺やったことによって多分この人が倒されたんだと思います。なのでここが空いた。自分が入ることによってプラスアルファのメリット得られるんで、積極的に自分でね、何かやっていくという手もあるけど、ちょっとよく分かってないんで、この点はご了承ください。さて、このような何か出てくるんだけど、何か、宮廷でのアクション、それを、一つ失う代わりに、お金もらえるみたいな。で、それを断ると、まあ、リフューズ、拒否するになる。で、これによって、この宮廷、コート、本来であれば2つこのペーパーがあったはずが1つになってるんで、行動回数1回減ったになるけど、自分がこの行動ね、よく分かってないんで、まあ、減ってもいいかなということで、逆に金をね、もらったというような、そんな状況です。さて、またターン進めたらイベント、これは王がいなくなるっていうね、多分亡くなったというような話だと思います。この棺の中に王のミイラが入っていて、でこれを何重にもこういうようなね棺が重ねるように、ある意味ロシアのマトリオシカ的なね感じで重ねて収められるとなってるようです。でこれどこかに運ばれるみたいな流れだと思います。もうピラミッドを作るようなそういう時代ではなくなってるので、多分王家の墓だけかな、なんかそんなところに収められるんだと思います。うん、こういうのを見ると日本だとツタンカーメンがね、まあ、日本だけじゃなく世界的にツタンカーメンの墓が有名だと思うけど、特にツタンカーメンは何か大きな異様したとかそういうことではなくてね、単純に墓がね綺麗な状態で手つかずで残っていたと、盗掘されずに残っていたというだけで有名。この時代の少し前ぐらいがツタンカーメンの時代なので、まあ、多分今運ばれた人もツタンカーメンの墓みたいにね、様々なものが収められるんでしょうということで、
だから勢力としては残ってるね。Do you truly believe the gods? 顔は変わってるけど。多分和平は和平はできないか。ではさらに滅ぼしていきましょうか。今王様がいなくなったことによってこのファラオの座が空いたので、ここを競うかのようなものが今後出てくるかと思います。今この人が継いでますけれども、後々ここを奪い返す的なねものが出てくる。今このように案内が出てるんだけど、これナイル川水が豊富になって、それによってこの下の方のねところが生産が良くなってるみたいなことが書いてあるので、まあ、こうしたイベントありつつで、多分ですけどこの食料絡み、特に上のナイルヌンって書いてあるようなオンザナイルっていうねファームとフィッシャーズ、この辺りが多分好転してるはず。特にファームの方が上がってるのかな。さて多分このファーストコマンダー、ここに入ったことによって、これセットアミウェッジ、これをいじくれるようになる。多分だけど野党祭のコストが変わると思いますので、例えばボーマンを多く雇うんであればこっち側を上げていくとか、多分そういうことだと思います。チャリオット雇うんであれば少し上げるとか。というわけで、あまりよく分かってないがこんな感じでやっていきましょう。さて、そうこうしていたら下の方から何か宣戦布告食らってますね。これどうなるかやっていきましょうか。さて、このコート宮廷、これ多分メイクリクエストやると、これ何かしらこの尊敬の値、この60、これがリガード、これが手に入っていれば何かしらしてもらえる。でこれ即座に200のゴールドもらえるになってるんで、この右下のこれやっときましょうか。上今819ゴールド、これ1019まで上がったとなります。だがここのシェム4というこのターンが全部青埋め終わって一旦また消えてやり直しになるんだけれども、まあ、それ1回のターン、まあ、1回のターンというかこの全部塗り終わるまでに1回しかこのリクエストはできないそうなので、もう1回やろうと思ってもできないとなります。まあ、リガードが今ないというのも影響してますけど、なので他の人も、まあ、アサシネイト誰か暗殺するとかそうしたこともあったりするので、また3回分コートアクションができるとかそうしたものもあるんで、ここら辺見比べてやっていくことによって、コンストラクションコストがマイナス20とか、指示の値が160とか、こうしたものはガンガンやっていってもいいのかも。で、この尊敬の値、リガード上げるにはゴシップガンガンやっていけばいいのかなと。今、このカードがね、なくなったんで、できないですけど、回数がね。結構海の民が入り込んできていて、この赤いマーク、ここら辺が敵のマークなんだけど、多分これ海の民、かなと。こういうのが入ってくるので、今回ちょっと厳しいような。ここも今取られてしまってるんで。なので、ちょっと外交で、和平交渉。ここだけはもう倒そうかなと。で、それ以外はもう和平できそうなので、和平して、その後、どうするかな。海の民が本当にもう全部入り込まれてるんで、その対応のためにこの辺りは全部和平やっときたいと思います。交渉、これは要求できることはできるけど、うん、バランスディールあるね。これやることによって彼らは多分この値、金が164売れるとなってます。こんな感じで他の勢力もやってきます。あと一つこの拠点取ればここの勢力終わるので、ここだけは終わらせようかなと。これちょっと休憩挟んでから、いやもう即座に行くか。うん、一部隊だけいる。いや勝てない、勝てないか。まあ、結構この四角のマーク、これが強いらしいので、それで勝てないかのような状況になってます。逃げましょう。ここ、一個一個拠点壊していくって手もあるけど、ちょっと今行くべきじゃなかったな。もう一回回復済ませてから行くべきだったかも。で、海の民に関しては、どうするか。うん、まあ、ちょっとだけ、この部隊、向けたいんだけど、まあ、このまま向けるか。
back to civilization. 速度早めて中に入れときましょう。Legacy is everything. さて今このような状況になってます。ここを攻め落とそうと思ったら他の勢力がここを取ってしまったので自らでは何もできずに終わってます。また上の方海のために取られた後に別勢力また入ってしまったのであんまり領土の拡大がねできてないかのような状況になってます。で今ここ一体いるんで届かない。なるほどね、ちょっと倒しに行きましょう。全然もう進展しなくなってしまってる。本当にこれでやってきるのかどうか、さらに進めていきます。さて今海の民全部倒し終わって一服になったんだけど今度はどこ行けばいいかが分からなくなってしまってる。あんまり海側行きたくないんだけれども、どこ行けばいいか、ぱっと見まあ南下するにもちょっと勢力大きくなってるしで、まあ、こっち側行くにもまた海の民が即座に来そうだからね。ここはあれか、まあここを狙ってもいいかもね。特段どこかと同盟組んでるわけでもないんで。さて不可侵条約結べるところあるのでこれ結んどきましょうか。多少なりともピンもらって他結べそうなところはない。いやあるぞ、かなり遠く。やるだけやっていきましょうか。多少なりとも何かもらえるんでといったところかな。また結べるようなところ来たらやっていきましょう。で食料絡みも問題なくなったので結構舞台削ったこともあってあまりねいい状況にはなってないけど、これ全部ラメシスに預けてではさらに続けていきます。じゃあ上の方行きます。さてある程度進んでやっぱりこの海の民なんでね、海の民がわらわらとやってくるので、まあ、これ全部自分で対応する必要性ないかもしれないけど、まあ、左側にも一体来てるのでこれが拠点に来てしまうとどうにもならなくなる。でまた敵もちょっと強い兵家なんでね、ここら辺をなんとかしないといけない。で次回復すんならまたここ取ってこの辺り一体征服と行きたい。それプラスもう一部隊ぐらい雇いたいけれどもやはりこの資源絡みでそこまでうまくいってないのでもうちょっと様子見。今46ターン果たしてどうなるか。さて続いてこの場所を攻めようかなと。戦い起こしましょう。これは即座は無理。また適当に工場兵器立てといて、で追加で後ろから部隊来てるので、だけどまだまだ部隊数少ないんでね、ブロンズの数がちょっと限定的なので。でなぜここ攻めるかというとね、ここピラミッドあるんで、大ピラミッドというかクフ王のねピラミッドとかその次の世代とか最後の世代とかね、最後の世代まで来ると小さくなってるんで、ちょっとこれ暗いからまた明るい時に見ましょうか。ではここの戦いやっていきましょうか。ある程度勝てるような状況になっている。ここはオートでもいいけど戦っていきましょう。さて天気はこのようになってます。これは疲れやすくなってるのかな、よくないね。で城ここがもう壊れてるのでここから突破しましょうか。他壊れてる場所は特にない。で多分これタワー攻撃やってくるので厄介だね、タワーこれあるの。とはいえここはやってこない。ここ抜けて他壊れてる場所特にない、ここも通れるわけじゃないというようなマップになってます。では配置やっていきます。ではこのような感じで配置はやってあるんだけど、向こう側から援軍やってくるので、ちょっとそれ待ちながら進めていこうかと思います。では準備ができたので行きましょうか。まずこれをくっつける。でなおかつ、こっち側からは敵がいないっぽいので、まあ、敵というか、この
遠距離攻撃が。なのでここら辺入り込んで対応。一方こっち側もうどうするか、とっとと突っ込ませるか。ここなのでここら辺まで入っていってもいいような気がする。で一応勝者あすぎましょうか。バッテリーガン、うん、とりあえず上に乗せるような感じで。実際に、ね、乗せる必要はないけどね、うん、ここら辺今撃たれてるけど、とりあえず中には入れそう。あとはここら辺強い部隊もう中に入れてしまいましょう。これ良くないね。突っ込んだはいいもののずっと追いかけられるような状況になってる。こっちも攻撃やってくれると思うけど、今何か攻撃やっているとはいえ、まあ、そこまでこっちも兵数減ってるような感じじゃないので士気は下がってるけど、一方向こう側こっちが先に、部隊の方が先前行っちゃってるね。うん、ならもう登って落下しましょうか。これ運転先行ってもらいたかったけど、さてこっち側2部隊動いてない。どうするか、中に突っ込ませるか、チャリオットで接近攻撃に切り替えて。あんまりここで詰まってもらいたくはないんでね、ちょっと離して位置を。うん、とりあえず強引でもいいんで中入って、もう弓かけてるんでそれでいい感じに敵倒せればいいけど、敵の弓の部隊も降りたね。あんまりここら辺で固まらないように。一方逆に向こう側も、何これやってんのこの人、え、なんでこれこんな動きしてんの、わけわからない動きしてるな。はしごとかあるかなとか思ってたけど、もしかしたらないっぽい。まあ向こう側今作り終わったんだけど、ちょっとバカなことやった。そして向こうが見ていたことによってこっち側もよくわからない状況になってるけど、どんどんと中に入って、ある程度部隊を散開させましょうか。これでも奥の方取ってもらうという手もねあるんで、そうすればまた敵も動くでしょう。あんまりこういう固まった状況はいいとは思わないけど、うん、降りてきてるね。これこっち側ももう突破してる？いつの間にか突破してるね。さすがだね。さてごった返してるけど、うん、ちょっとチャリオットの部隊が足止め食らってる。突破できればいいけどちょっと厳しいか。一旦下がってからもう一回突撃。うん、なんか真ん中の方に動くような気配あるね。一方こっち側ちょっと間抜けだったな。まあでも舞台登ってるみたいな感じになってる。登ってるね。ソルトマン、スピルブラッド。2箇所見るのすごく大変だから
できれば見るのはね片方のみにとどめたいけど、今じゃないな動くの。とりあえずここら辺1部隊2部隊退却している。もう一回突っ込ませましょう。これ弓がいい感じに効いてるのかな。この辺り真ん中で挟みたいけど、あー帰ってく、どっちだ。うろちょろしてんね、誘ってるかのような。一歩チャリオットの部隊突撃をしてほしいんだが来てくれないか。これでここら辺はほぼほぼ囲えてると思うので、残りは突っ込ませましょうか。なんだろう、どこかから弓かけられてるかのような。気のせいか。内側あんまり進展ないけど、なんか止まってしまってるかのような。まあでもなんとかやってくれるでしょ。 I will it. I will not die for this.うん、チャリオットがあまりいい感じに動いてないように見えるけど大丈夫か。ここら辺でなんか止まってしまってるかのような。奥までは行けてない。だがこの辺りもう終わってるね。奥へ奥へ行きましょう。うん、ここも終われば。さてならばこれで奥制圧。ここを倒し終わってるね。やっぱりなんか来てるよね。あ、いや違う、ここの弓の部隊が攻撃やってるのか。なんか変な攻撃食らってるなみたいなね感じで見たけど、違う、味方だったわ。そしてなぜか結構ダメージ食らってるラメシスが。ここら辺退却してるね。まあ終わったかな。なんとかここら辺も回り込ませたいけど、ここら辺で追いかけられるからあんまりうろちょろしたくないんでね。でもこれそうか、もうこちら側になってるから今敵に向かって追いかけてるかのような状況になってる。 Get back! Keep pushing through! ちょっと待って、ラメセスがこれ退却になってるけどどういうこと。 Soldiers move! そんな変な動きしてた。 Swordsman! Soldiers move! 一歩こちら側、まだ誰も倒されてないんで、だけど敵も倒してない。動けないか。結構もう終わってるかと思いきやまだまだ、このラメシスがまさかだったな。あとは奥行ってくれると思うんで、ここも戦ってもらって、もう一度、いやここも倒し終わったね、終わったね。あーまあ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 、奥行くまでもなく手前側のみで終わってしまってる。よしとしましょう。ということで拠点また手に入れて、 This is my destiny.
ようやく一つまた占拠で、この後は、まあ、こちら側今戦ってるんで、この辺り二つか取ってって、これはどこだ、これはここか。でその後どうなんだろう、これあといくつあるか、拠点数パッと分かんないか、このマークこれか、拠点数あと4なので2つ見えていて、もう2つが多分奥の方にある可能性がある。あと今この辺り動いてるのもこの勢力なので、下手するとこれがやってきてしまう可能性があるから、まあ、そこら辺も注意してやっていく必要性がありそう。とりあえず今回はここまでにして、また次回以降続きやっていきたいと思います。また次回再生リストなどから続きご覧ください。ではでは。